渋谷ギルティに来ました。みどりさん映っても大丈夫ですか？全然大丈夫、はい、ベロニカルモードのあ、動画です。もう大体みんな動画、はい、動画です。ベロニカルモードの、はい、耳です。ミミさん、みどりさん、あ、みどりさんは言っちゃいけない、はい、あ、全然いいっすよ。ミミさんです。はい、今度ワンマンやるそうです。そうです、3月29日来年ですね。そうですね、はい、今日頑張ります。僕も頑張ります。岡本太郎さんの絵です。絵ですか？え、これ本物描かれてる？謎ですね。あ、ちょっとひび割れがしてる。すごい、こんなのあったんですね。結構前から。すごい、すごい芸術が爆発してますわ、これ。さすがですね。すごいな、知らなかった。渋谷です、こんなのあったんだ、知らんかった。今日はですね、サムライモンローというバンドのワンマンライブを見てきました。渋谷だぜ。すごい。はい、ということで渋谷ギルティに、サムライモンローというバンドのワンマンライブを見に行ってきました。いや、ライブかっこよかったです。音も照明も素晴らしい、まあ、パフォーマンスも素晴らしい。なんだろうな、うん、特別な料理を食べたような、そんな、素敵な夜でした。すごい勉強になりました。頑張んないとですね、いろいろ、うん、オープニングアクトがですね、グレーのドラムをサポートドラムをやってる永井利光さんが出演されておりまして、すごい本物でした。1曲、僕ライブ自体がね、ちょっと仕事があって途中から参戦だったんですけれど、サムライモンローと1曲グレーの曲やってたんですよ。すごかった、本物でしたよ、本物、うん、いや、僕も本物になりたいです頑張ってね、本物にならなきゃ、はい、まあ、いつでも本物なんですけど。ということで今日はね、もうちょっと時間がないので、こういう感じのビログじゃないんですよね。僕ずっとビログって言ってたんですけど、 Vlog って言うんですよね。 Vlogユーチューバーみたくビロガーとは言うんですけど、 Vlog っていうらしいですよね、はい、Vlog な感じで終わっていきたいと思うんですけれど、はい、これからね、ご飯食べて料理配信にしようかなと思ったんですけれど、ちょっとね、時間的にもう編集するの難しいと思いましたね、はい、今日は雑談だけです。こんな調子で毎日ちょいちょい更新していきますので、ちょいちょいじゃない、毎日更新していきますので、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。料理や音楽やバンドやいろいろやっていきます。何か企画ものもやりたいですね、そろそろね。路上弾き語りの旅も終わりましたし、ちょっと考えてみます。そちらの方も乞うご期待ということで、またお会いしましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。としどでした。おやすみなさい。さよなら。闇を切り裂いて僕は行く人